持ってけ。クレアをどこへやった。え、知らねえな。やっちまえ。お願いします。生命の恵みを。待てよ。あんたたちがさらった子をどこへやったかいいな。教えるから助けてくれ。どうだ、この先の小屋だ。急ぐんだ。クレア、怪我はないか？ええ、大丈夫。一人だけか？え？お前の他にも盗賊にさらわれた人がいるんじゃないのか？私以外に？お前が捕らえられていた部屋の隣にも誰か一人いたと、お前と一緒に捕らえられていた娘が言っていたが。一緒に捕らえられていた娘？とにかくさらわれたのはお前一人だけなんだな。ええ、よかった無事で。それにしてもワンギンの野郎、クレアさんをかどわかそうとするなんてよ。途中でやろうぜ。幻の庭のことも聞かせてもらうわ。もちろんただでね。お腹たちはごもっともです。おいくらですか？何？お詫びと言ってはなんですが、お金ならいくらでも差し上げます。お望みの額をおっしゃって。いい加減にしろ。金金金金、それがなんだ。大体何のためにクレアさんをかどわかそうとしやがったんだ。お客様にご満足いただくためでございます。なんだと？もちろんそれなりの余力はございますけれども。この野郎、待ちなさいよティトレイ。今ここで殴ったら一発殴らせろ。ベイグ！あなたたち、そんなことをしていいと思っているのですか？クホ、何をしている？早くこいつらを叩き出してしまえ。あんなところでベイグが殴っちゃうから。いや、ベイグ、よくやった。俺はお前の味方だぜ。ティトレイ、あんたよくやったって。これからどうするのよ。せっかく教えてもらえそうだったのに。ノルゼンへ行けば幻の庭のことを知ってる奴に会えるだろう。お前、昔ノルゼンのあたりで幻の庭に関する噂を耳にしたことがある。ノルゼンだな。わかった。でも、どうしてそんなことを教えてくれるんですか？なぜだろうな。お前があの男を殴った時、胸がスカッとした。だからかもしれん。じゃあな。悪い人じゃなかったんですね。ワンギンにあまり良い感情を持っていないようでした。何か事情があるのかもしれません。僕たちも行こうか。フランツさんにも幻の庭のことを教えてあげようよ。ああ、行こう。あのワンギンって親父、本当にムカつく野郎だったな。まだそんなこと言ってるの？忘れなさいよ。イルダ、お前が止めるから収まらないんじゃないかよ。ベイグが殴ったんだからそれで十分でしょ。でもやっぱああいうのは俺の手で成敗してやりたかったぜ。すまん。いや、別にお前が謝らなくても。
無事だったんですね。ああ、クレアも助けることができた。隣の部屋に捕まっていた子は？捕らえられていたのはクレア一人だったみたいだ。え？じゃあ自分で逃げたのかしら。きっとそうだろう。クレアさんも無事だったみたいでよかったです。それじゃあ私これで。うん、気をつけていくんだ。誰か同じ方面に行く者がいたらついて行った方がいい。ええ、そうします。いろいろありがとう。あとはフランツさんだな。どうした？レイグ、私…いえ…うん、まあ、とにかく行こうぜ。無事だったか。大丈夫だとは思ってたけどね。幻の庭の手がかりが見つかったよ。本当かい？巨具園じゃなくてノルゼンの方にあるんだって。ノルゼンに？確かにあの辺りにも巨具園のと似た言い伝えがあったような気がする。フランツさんも一緒に行く？ありがとう。だが小生はもう少しこの辺りを調べてみようと思う。そっか、じゃあ僕たちは先に行くね。ああ、またどこかで会おう。うん、また会おう。世の中にはいろんな町があるんだな。雪の降り積もった町なんて初めて見たぜ。寒い、どこかで温まりたいよ。そんな悠長なことを言っている場合じゃない。幻の庭のことを聞いて回るぞ。うおー、雪だ。何突然？だって俺雪見るの初めてなんだよ。でもそんないいもんじゃないですよ。冷たい氷のつぶつぶでしかないんですから。それがいいんじゃねえか。食っても食ってもなくならないし。食べるの？幻の庭を探してる？幻の庭ね。やっぱ知らないよね。もしかしてネレグの塔のことかな。ネレグの塔？うん、ネジャナ半島にある古代の人々が作ったっていう塔さ。ネジャナ半島というとこのノルゼンの北東にあるあれか。そこのてっぺんに空中庭園があるって聞いたことがあるんだけど。まさにそのままだな。雲海にそびえし古の塔。ついに見つけたぜ、ネレグの塔か。貴重なお話ありがとう。いやいや、気をつけてね。友人、大丈夫か？具合が悪そうだが。いや、大したことはない。少し疲れを感じただけだ。珍しいな、友人が疲れてるなんてさ。お前たちのように若くはないからな。だが心配は無用だ。本当に大丈夫？少し休もうよ。僕も歩き疲れてヘトヘトだし。それが良さそうね。宿屋へ行きましょう。友人、どこへ行くの？少し外で風に当たってくる。マオ、気づいたか？うん、
何？友人の様子がおかしいんだ。おかしいって？うまく言えないが、どこかが以前と違うんだ。僕も何か悩みみたいなものがあるのかなって思ったけど、なんとなく聞きづらくって。聞かれてもあんたに話すとは思えないけど。僕、信用ないのかな？そういうことじゃないわ。いわゆる年長者としての意地と威厳ってやつよ。そう言われてみると、友人って自分のことは全然話してくれないよな。あんたは喋りすぎだけど。友人。これ見て！能力者？それもかなり強いやつだよ。まさか、シス。あっちだ！町の外だよ。友人、ベイクか？大丈夫か？ねえ友人、今のバイラスそんなに強いやつだったの？それとも敵には能力者もいたの？どういう意味だ？だって町の中にいたのにフォルスキューブがすごい反応したんだよ。ああ、それは俺のフォルスだろう。不意をつかれて慌ててしまったんだ。それでついフォルスを高めすぎた。そっか、珍しいね、友人が慌てるなんてさ。それより十分な休息は取れたか？うん、僕たちはもう平気だよね。ああ、だがあんたは今の戦いで大して力は使っていない。大丈夫だ。少し休憩したらネレグの塔に出発しよう。なんかさっきの友人怖かった。あれがガジュマの、あの人本当の姿。違う違うよ兄、違うから。変な夢を見たわ。大きなかがり火を焚いてたくさんの人が踊ってるの。暗い空からは雪が舞い降りてくるけど、それは炎の先でジュッと音を立てて溶けちゃうの。へー、なんか幻想的な風景ですね。それでその炎の周りで歌ったり踊ったりしてるのはハーフ。ハーフですか？ハーフがあんなにたくさんいて幸せそうならどんなに。でも夢よね。夢でしかないわ。頂上が見えない。雲海にそびえし古の塔って、やっぱりこれよね。ここまで巨大な塔は他に見たことがない。ここの屋上なら庭と呼べるくらいの広さもあるだろう。今度は誰の番だろうな。人の作った塔に住む聖獣なんて、なんかちょっとパッとしないわね。確かに聖獣を祀るためにその塔を建てたとも考えられるが。そうだな、きっと住むところがなくて建ててもらったのさ。あんたってよく次から次へとそういうこと思いつくわね。絶対にあんたは口から先に生まれたと思うわ。同感だな。こんなでっかい塔どうやって建てたんだろうね。古代の人々が作ったらしいけど、
こんなもの本当に人が作れんのか？だとすると人が作った塔に聖獣がいることになるな。そういう気まぐれな聖獣もいるんだろう。それとも本当は聖獣が作ったとか？そうかもしれんな。変わった様子はないわね。ああ、なんか拍子抜けだな。待っていたよ君たち。さあ一番上まで上がっておいで。やっぱり出やがったな。万人というわけか。来るぞ。一気に行くぞ。させるか。が悪いわ。反省罪的にはどうするんですか？そうね、攻撃力の低い前衛を切る。俺がよ。その調子だ。迷わずに進むんだ。行こう。また来たわよ。邪魔が入ったな。生命の恵みを返す。邪魔よ。みんなに力を。マジとガイスト。みんなを守ってガードバスター。みんなに力。マジとガイスト。邪魔よ。後ろにしろ。生命の恵みを。無駄が多いな。振り返ってはいけない。前だけを見て進むんだ。女の人だよ。塔に迷い込んだのか？待て、様子がおかしいぞ。うわ、変態しやがった。それを言うなら変身でしょ。変身でも変形でも何でもいい。来るぞ。さあ準備は。お願いします。ガーディングレイソン。後半層邪魔よ。スープソン。レイソン。みんなに力を。マインドガイスト。スープソン。許せよ。あと少し。さあ、早くここへ来るんだ。ここが幻の庭？すごい高さだな。雲が下に見えるぜ。待っていたよ、みんな。あれ？君、ノルゼンで僕たちにこの塔のことを教えてくれた。よくここまで来た。あなたが聖獣？フフフフフフ。やあみんな、お久しぶり。楽しんでもらえたかな？この塔の三つの番人を。どういうことだ？わからないかな。ノルゼンからここまでの道は僕の用意したお楽しみ。つまりこの塔はハズレなんだよ。ハズレ。そんな。ポールさえミルハウスとの目の届かないところに引っ張り出すのは苦労したよ。ハハ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 
様。言っただろう、僕は君たちを許さないって。だからもっと苦しめてあげるよ。今度はお友達との再会だ。漆黒の翼じゃないか。貴様らは敵。敵は殺す。死ね。ちょっとした暗示をかけて彼らの心を憎しみでいっぱいにしてあげたんだ。そしたら驚くほど強くなったよ、この落ちこぼれたちが。君たちの言う通りさ、心の力は偉大だ。され、お前なんてことしやがるんだ。心配なら君たちが助けてあげればいい。心の力ってやつでね。それじゃ僕はこれで。ごきげんよう。貴様らの相手は我らだ。くそ、寝ぼけるのは朝だけにしろってんだ。みんなを守ってガードバック。お願いします。旋風掃我が敵を葬れ。シャイニングスまだやる気なのか。いい加減目を覚ませ、漆黒の翼。俺様たちは一体。君たちはサレに操られて戦いの道具にされてたんだよ。もうこのくらいにしておけよ。お前らには人殺しはできねえ。兵士は向いてねえんだよ。そんなことはないわ。お前らに人を操ったり人を苦しめることを楽しんだりできるのかよ。できないだろ。畜生。くそー、一生懸命やってるのに、必死でやってきたのに、どうして何もかもダメなんだ。やっぱりあたいらには向いてないのかな。悔しい、悔しいよ。悔しいでやんす、残念でやんす。かくなる上は我らの取る道はただ一つ。まさか、よせ、漆黒の翼の最後を見よう。トランス。たった今我らは死んだ。そして我らは生まれ変わった。さらに王の盾との決別をここに宣言する。どんなに格好悪くても、どんなに情けなくても、この命ある限り我らは我らの道を進むまで進むでやんす。あたいらにはあたいらのやり方があるのよ。お前たち。さらば諸君、漆黒の翼は永久に不滅だ。めげない奴らね。あいつら憎めない連中だぜ。そうね。ねえ、これからどうする。この塔が外れならもうお手上げだよ。外れじゃないかも。ん？見て。雲海にそびえし古の塔、きっとあれです。確かに。でもどうやって行けばいいんだ。おそらくあの塔の真下はベオ平原だ。山に囲まれて陸伝いには行けない。
ノルゼンから船で回り込むしかない。海か。ノルゼンに行ってみよう。漆黒の翼か。楽しい奴らだったぜ。また会えるといいな。ティトレイは波長が合いそうだけど、ごめん、僕はパス。ってどういう意味だよ。だってお前だって気に入ってたじゃねえかよ。それとこれとは話が別。漆黒トリオに付き合ってると疲れちゃうんだもん。そうか。やっぱ波長が合ってるんだ。4人目のメンバーになれば、今度こそ本当に雲海にそびえし塔なんだよね。あんなに苦労して見つけたんだもの、今度こそそうであってほしいわ。違ってもまた探す楽しみができるじゃないね。魔王って前向きね。私なんて。大丈夫大丈夫、アニーも随分前向きになったと思うよ。そうかな。